青駅は兵庫県小野市青町にある西日本旅客鉄道、北条鉄道、神戸電鉄の駅である。神戸電鉄では最西端の駅である。JR 西日本の加古川線、北条鉄道の北条線、神戸電鉄の青線が乗り入れている。このうち、北条線は当駅が起点、青線は当駅が終点である。三社の共同使用駅であり、加古川駅が管理し、 JR 西日本交通サービスに駅業務が委託された業務委託駅である。神戸電鉄の駅にはキロバイト59の駅番号が設定されている。JR 西日本はポスター末による発見対応を行うが、日中は窓口を休止する時間帯がある。ピタパーイコカは JR 西日本加古川線、神戸電鉄青線で使用できる。 有人時間帯に JR 列車で降車する場合、他路線に乗り換えずに改札を出る場合は、改札口で運賃を支払う形になるが、乗り換えの場合は、車内で運賃を支払ってから降車することになる。駅舎は東側にあり、2009年に改築された。改築直後から飲食店、シルキーウェイアワの里を併設していたが、2013年に閉店している。東端式。 単式、島式三面四線のホームを有する地上駅になっている。東単式ホームが神戸電鉄が応戦、駅舎のある単式ホームと島式ホーム駅舎側が JR 加古川線、その反対側が北条鉄道北条線となっている。ホーム間の連絡は五線橋で行う。神戸電鉄のホームには JR の駅舎から入り、中間改札を通ることになる。 実際には本来の駅舎内ではなく、ここに神戸電鉄用の出札口がある。元は2番線と同じホームの向かい側から乗降していたが、1999年10月1日から、すると関西が導入されるのに伴い改札を分離する必要が生じたことから、反対側に短式ホームを設けてこの形になったものである。また、直式の普通乗車券は、 自動改札機でそのまま回収されてしまうため、生産済み表を取ってから自動改札機に通す要注意書きがなされている。神戸電鉄の駅舎には、沿線高ネットワークに接続された駅務遠隔システムが導入されており、しじみ駅のセンター駅から自動券売機、自動改札機、自動生産機、TV カメラインターホンシャッターが遠隔操作され、 駅員巡回駅となっている。なお、2番線と同じホームの向かい側から乗降していた時代は電車とホームの間に段差があったが、現在のホームになってからは段差がなくなった。北上鉄道のホームには中間改札はなく、乗車券は駅で発売されていないため、降車時に車内で運賃を支払う。北上線の線路は国鉄時代には加古川線とつながり、 直通列車も運行されていたが、第三セクター化により、線路も分断されて、過去側側に、車止めが置かれている。駅本屋側から近い順に表記する。日中時間帯は1時間に1本が停車する。平日の朝夕には当駅折り返しの設定がある。2020年9月1日ダイヤ改正より、従来より、朝3往復、夕方に往復増便の22往復となっている。 急行、準急といった優等列車も設定されている。7.819時台は1時間に3本、6.18時台は1時間に2本、それ以外の時間帯は1時間に1本というダイヤ設定となっている。そして大半の列車はありません。神戸電鉄神戸高速線を通って新海地まで乗り入れる。2020年3月14日、ダイヤ改正2009年、 小野市により、駅前公園の整備が進められ、駅舎も改築された。駅前からランランバスが発着している。兵庫県統計所と小野市統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。